前回の動画で2箇所に分散備蓄している主食の一つをご紹介しました。今回は和室の押し入れに備蓄している主食をご紹介します。皆様の備蓄のヒントになれば幸いです。保存食のチーズブレッドです。一粒の大きさは約 2.5cm×4.5cm、 一食一袋で 95g なのですが、食べ応えがあるので半分の量で満足しています。ちょうど1年前に購入したのですが、賞味期限までまだ4ヶ月ほどあります。程よい甘さでチーズの風味もあり、タンパク質も取れます。一口パンって感じ。まとめ買いして身近な人とシェアするのもおすすめです。熱湯15分、水なら60分で出来上がり、ミラクルです。以前別のメーカーの商品を試食しましたが、こちらのメーカー佐竹の方が価格は安いようです。パンの缶詰、こちらの賞味期限は2022年12月と7月です。賞味期限の表示は一目でわかるように工夫しています。こちらの動画で老眼に悩む私が考えた解決策をご紹介しています。マッシュポテト、味付け次第で主食に。お砂糖を加えればデザートにもなりますね。軽量なので備蓄に最適です。子供の頃はバターとお砂糖を加えて食べるのが贅沢なおやつでした。こちらのマッシュポテトはカルディのオンラインストアで購入しました。賞味期限は2022年3月。じゃがいもを練り込んだニョッキ。高齢の母はお味噌汁に入れると美味しいと言っていました。なるほどですよね。私にその発想はありませんでした。スープに入れてボリュームアップでき便利です。こちらは常温保存できるハッシュブラウン、ハッシュドポテトです。じゃがいもを細切りした塊が入っています。フライパンで焼いて食べますが、味付けはお好みで、お塩だけでも美味しいです。賞味期限は2023年。長期保存できるので備蓄におすすめです。こちらも常温保存できる。原材料が小麦粉のトルティーヤです。起乗時は缶詰の具材を包んだり、ジャムやチョコレートを塗ってデザートにと、使い道はいろいろ。フライパンで温めると美味しくいただけます。賞味期限は2022年5月です。私が検索した中では概要欄に記載したショップが最安値でした。スープパスタを4パックほど。腹持ちがしていいですよね。
前回のボックスにも入っていたオートミール、こちらにも少し入れています。賞味期限は2022年7月。パックご飯 200g なので、非常時はこれで2食分の計算です。ご飯を炊き忘れた時はこちらから使っちゃうので、だいたい2ケース12パックくらい備蓄するようにしています。こちらは過去の動画でご紹介した非常食セットが入っています。賞味期限が2026年と長いので、段ボール箱のままで保管しています。5年後、世の中どうなっているでしょうね。一緒に購入した非常用トイレも入っています。保存食とトイレって表記がどうなのって感じですね。